ウォルター・ペイトンは、ミシシッピ州コロンビア出身のアメリカンフットボール、選手。NFL のシカゴベアーズで13シーズンプレーした。ポジションは、ランニングバック。愛称は、スイートネス。プロボールに9回選出され、NFL 歴代リーディングラッシャーや、歴代最多タ,タッチダウンなど数々の記録を樹立した。1993年にプロフットボール殿堂に、 選出されている。2000年に NFL はフィールドの内外で貢献した選手に与えられるマン・オブ・ザ・イヤー賞がウォルター・ペイトン・マン・オブ・ザ・イヤー賞と名前を変えている。ミシシッピ州で3人兄弟の末っ子として生まれた。父親は工場労働者で野球のセミプロ選手も務めたが、ペイトンによれば母親っ子であったという。ボーイスカウトやリトルリーグでの活動をしていた。 彼はスポーツより音楽に夢中で高校に入学後マーチングバンド、総幅跳び、合唱などを行い学外ではジャズロックグループでドラムを叩いた。スター RB だった彼の兄、エディとの競争を避けていた彼に対して兄が卒業した高校2年の時、フットボールコーチより誘いを受けバンド活動も続けることを条件にアメリカンフットボールを始めた。彼は 最初の試合で65ヤード、75ヤードのタッチダウンを上げた。彼の高校は白人だけの高校と統合されたがチームメイトが人種差別を受けたことから一時練習をボイコットした。2年間のすべての試合で得点を上げた。彼はオールステートチームに選ばれた。総幅飛びでも十二フィート111、四インチを飛び、バスケットボールで平均十八得点。 野球やバンドでのドラマーも続けた。メジャーカレッジからのリクルーティングも受けたが彼が選んだのは兄のエディが進学した黒人のための大学であるジャクソン州立大学であった。ここで彼は後にプロでも活躍するジェローム・バーカム、ロバート・ブラジル、ジャッキー・ズレーターらとチームメイトとなった。大学3年時にはシーズン160点の NCWA 記録。 大学4年間で彼は1回あたり平均6.1ヤード、3563ヤードを走り66タッチダウン、5本の FG と53回のエクストラポイントで合計464点の NCWA 記録を作った。1973年、1974年のオールアメリカンにも選ばれた。カレッジフットボールのオールスターゲームであるシニアボールに出場した際に、 彼の滑らかなランニングスタイルより相性のスイートネスは誕生した。オールアメリカンに選ばれる活躍を見せて1975年の NFL ドラフト一巡目全体4位でシカゴベアーズに指名されて入団した。この時彼は契約金としてベアーズ史上最高額の12万6千ドルの契約を結んだがこれはアーチーマニングを超えるもので、 ミシシッピ州出身の NFL 選手としては史上最高額であった。熱狂的なシカゴのファンにより長年優勝から遠ざかっているチームの救世主として期待され、すぐに1960年代に相手チームのディフェンスを恐怖のどん底に落としたゲールセイヤーズと比較されるようになった。カレッジオールスターゲームで肘を痛めた彼は、 プレシーズンゲームを欠場しシーズン開幕戦でデビューを果たしたが8回のキャリーで獲得ヤード例に終わったもののシーズン最終戦のニューオーリンズ・セインツ戦で134ヤードを走り1969年のゲール・セイヤーズ以来ベアーズの新人ランニングバックとしては最高の679ヤードを走り7タッチダウンキックオフリターンで平均31.7ヤードと NFL トップの 成績を上げた。1976年のプレシーズンゲームで彼は吐き気、頭痛、めまいに苦しみ結果を残せなかった。しかしシーズンが開幕すると彼は最初の6試合中4試合で100ヤード以上を走り NFC トップの1390ヤードを走り13、タッチダウンを上げてプロボールに初めて選ばれた。プロボールでは MVP に選ばれている。 1977年11月20日のミネソタバイキングス戦で2日前からインフルエンザにかかりながら1試合におけるこれまで OJ シンプソンが持っていた1試合におけるラン獲得273ヤードの記録を更新する275ヤードを走った。この年彼は1852ヤードを走りシーズンリーディングラッシャーとなり AP 通信などより最優秀選手にも選ばれた。 1978年、1年目40万ドル、2年目42万5千ドル、3年目45万ドルの3年契約を結んだ。1976年から1981年までの間、ベアーズは毎年1000ヤードを走るペイトンだけのチームと見られており、彼らのゲームプランはペイトンが左、ペイトンが右、ペイトンが中央、パントというジョークが流行った。 1982年に、ニール・アームストロングが解任されて、マイク・ギトカが、ヘッドコーチに就任し春のトレーニングキャンプで、スーパーボールを目指すことを訴えた。オフェンスは、ペイトン一人に頼りきりだったところに、ジム・マクマーン、ウィリー・ゴールと、デニス・マッキノン、マーク・ボーツ、ジェイ・ヒルゲンバーグなどと、タレントが揃った。1982年の3勝6敗。 1983年の8勝8敗の後、1984年にチームはプレーオフに進出した。1983年シーズン終了後彼は当時としては異例の1年あたり24万ドルの年金をもらう契約も結んだ。また両膝の手術を受けた。1984年シーズン開幕を前にして彼とフランコ・ハリスには ジム・ブラウンの通算12,213ヤードの通算ラッシング記録更新の期待がかかった。彼はフランコより先に記録更新をしたいと語った。10月7日のニューオーリンズ・セインツ戦で新記録を達成した。試合終了後、彼はジム・ブラウンはこの記録を9年間で達成した。1982年のストライキがなければ自分も9年目で 記録達成がでできていたたはずで残念だと語った新記録を達成したペイトンは、ドナルド・レーガン大統領より、祝いの電話をもらった際に、ナンシーによろしく、と発言した。この年チームは10勝6敗で1963年以来となるプレーオフ出場を果たしワシントン・レッドスキンズとのプレーオフでペイトンは、タッチダウンパスを通した。 NFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、サンフランシスコフォーティナイナーズに敗れ、スーパーボール出場は果たせなかった。1985年チームは15勝1敗で、レギュラーシーズンを終えた。この年彼は1551ヤードを走るとともに49回の、キャッチで438ヤードを獲得。チームは NFL2 のオフェンスとともにディフェンスコーディネーターの、 バディライアンによる46ディフェンスは NFL 最小失点記録を作った。チームは NFC チャンピオンシップゲームでロサンゼルスラムズを破り自身初のスーパーボール出場を果たした。第20回スーパーボールでチームは46から10でニューイングランドペートリオッツを破り彼はチャンピオンリングを獲得した。この試合で彼は22回のキャリーで61ヤードを 走ったがチームが5回のラッシングタッチダウンを上げたものの彼自身はタッチダウンを上げることはなかった。ベアーズがゴール前1ヤードまで攻め込んだ場面でもマイク、ディトカヘッドコーチは冷蔵庫ペリーにボールを運ばせた。試合終了後彼は自分の今日の役割はおとりとなることだったと語った。ジム・マクマーンによればペイトリオッツの2、3人の選手がマイプレイ。 ペイトンをマークしていたという。あとに、リトカはペイトンにスーパーボールというお舞台で、タッチダウンの機会を与えなかったことを悔やんでいる。1986年チームのディフェンスは、素晴らしい記録を作ったが QB に問題を抱え、プレイオフ初戦でワシントン・レッドスキンズに敗れて、シーズンを終えた。シーズン終了後彼は翌シーズンで引退することを、明らかにした。 キャリア最終年となった1987年にはニール・アンダーソンと併用されるようになった。1988年1月10日のワシントン・レッド・スキンズ戦で17から21と敗れた試合が現役最後の試合となった。彼の背番号34番は永久欠番となった。 1987年までの13シーズンで彼は3838 38回のボールキャリー、ラン獲得16726ヤード、110、タッチダウンの NFL 記録、また492回のキャッチで4538ヤード、15、タッチダウンを上げた。ランとレシーブでの125タッチダウンは、当時歴代2位の記録であり、ラン、 レシーブでの21,803ヤードの獲得ヤードも NFL 記録であった。13シーズン中10シーズンで1000ヤード以上を走り77試合で100ヤード以上を走った。また、パス34回中11回を成功させ、ランニングバックとして NFL 最多の8タッチダウンパスを投げている。1988年に彼は、ベアーズの取締役の一員となった。 その後1993年にはセントルイスへの NFL エクスパンションチーム誘致グループの一員となり黒人初の NFL オーナーとなるチャンスがあったがエクスパンションにはジャクソンビル・ジャガーズ、カロライナ・パンサーズが選ばれた1993年にプロフットボール言動入り1996年にカレッジフットボール言動入りを果たした1999年2月 原発性硬化性胆管炎にかかっており2年以内に肝臓移植を受ける必要があると医師より言われたことを発表した。4月にディグリーフィールドで行われたシカゴカブスの試合での始球式にマイクリトカと共に姿を見せたのが公の場所での彼の最後の姿となった。11月1日に肝臓疾患とその合併症により胆管癌で45歳で亡くなった。 ソルジャーフィールドで行われた葬儀では多くのファンが彼の背番号34番をつけて彼との別れを惜しんだ。2000年8月にソルジャーフィールドの北側の通りがウォルタペイトンウェイと改名されることが発表された。また NFL からフィールド内外で貢献した選手に贈られるマン・オブ・ザ・イヤー賞がウォルタペイトン・マン・オブ・ザ・イヤー賞と改名された。同年10月には 彼の未亡人や、リチャード・ダーウィン上院議員、元 NFL 選手らが、臓器提供キャンペーン、ギブ・サンクス、ギブ・ライフに参加した。2002年に、彼の通算ラッシング記録は、ダラス・カウボーイズのエミット・スミスによって破られた。この時すでにペルトンは、すでに亡くなっていたが彼の未亡人は、ウォルターは、カウボーイズ22番が新記録を樹立したことをきっと、喜んで見ているわ。 と語った。2010年に NFL が選出した偉大な100人の選手の第5位にランクされた。彼は2002年にエミット・スミスに更新されるまで NFL の通算リーディング・ラッシャー・オールパーパス・ヤード記録を保持した。また2000年にコーリー・ディロンに更新されるまで1試合におけるラッシング記録も持っていた。1977年に彼は シーズンリーディングラッシャーになるとともに、シーズン最多タッチダウンを上げた。また、ラッシング回数で、現役時代を通じて、ベスト1 2入り1976年から1979年までは、NFL 最多回数ボールを運んだ。QB 以外の選手としては、フランク・ギフォードと、並び NFL 最多の6インターセプトを期している。レギュラーシーズンポストシーズンインサイド、 アウトサイドのいずれでも優れたランナーであるとともに、ブロッカーとしても優れていた。ベアーズのゼネラルマネージャーだったジム・フィンクスは彼は完璧な選手であり、ジム・ブラウンやオージェイ・シンプソンよりも優れていたと語っている。また彼の在籍中ベアーズのヘッドコーチを務めたマイク・ディトカは、ペイトンのことを自分が見た中で最も偉大な選手で、あるだけでなく、人間的にも優れていたと語っている。 ブロック能力にも優れており、シンシナティベンガルズ戦では二人のラインバッカーを料理したこともある。接触プレーを恐れず1、2ヤードでも獲得できそうな場合にアウトオブバーンズに逃れようとせず、向かってくるタックラーに対して立ち向かった。ジャック・ヤング・ブラッドによれば、胸骨に穴が開くかと思えるほど激しいヒットを受けたことがあるという。ダン・ハンプトンによれば、オフシーズンにもウェイトリフティング、 ジョギングをしっかり行い、トレーニングキャンプには完璧なコンディションで現れたという。ベンチプレスで彼は390ポンド、レッグプレスでは700ポンド以上を上げることができた。ベアーズでプレーした13シーズンのうち欠場したのは、ルーキーシーズンに足首の負傷で欠場した1試合のみであった。1976年にコニーノー・ウッドと結婚。 息子のジャレット・ペイトンはテネシー・タイタンズや NFL ヨーロッパ、カナディアン・フットボール・リーグ、インドア・フットボールでプレーしている。ありがとうございます。